はいみなさんこんにちはお疲れ様です。ひろしの時事ニュースチャンネルです。えー、今日はですね、Yahoo ニュースを読んでたらですね、これですね。えー、アナ、ね、5100億円超の赤字見通し。もう、どこも航空会社もやばすぎるよね。えー、家電量販店やスーパーに出向もって書いてあって、え、家電量販店やスーパーキャビンアテンダントかとかね、ちょっと思っちゃったんですよ。まあ、キャビンアテンダントだけではないと思うんですけど、なんかですね、この家電量販店のノジマとか、スーパーの成城石井とかにですね、出向するらしいんですよ。やばーと思って、だからもうリアルハンザー直樹っていうか、なんかもう、<laughs> ハンザー超えてんじゃんとか思って、なんか、なんかすげえ、なんかすごいことになりそうだなと思って、うん。なんか商品説明とかなんかめちゃくちゃうまそうだよね。こちらの商品こうなっておりますとかね。はい。ということでですね、これちょっとあのニュースを全部読んでですね、その後にですね、これちょっと気になるツイートがあったんですよ。なんかあのネット検索するとわかりますけど、今の変なマナー軍、えマナー軍かなマナー軍を言い始めたマナー講師は、 2011年に急増していますこれは前年の JAL の破綻と翌年の震災で航空会社が大幅な人員推理をした時期ですということでなんかマナー講師になる CA とかも多いらしいんですよねちょっとここら辺もねちょっとおもかったんでちょっと関連でやっていこうと思いますのでよろしくお願いしますじゃちょっととりあえずですねあのニュースの全部読んでいきますねはい a n、えー、ホールディングスは1年間の業績が5100億円の最終赤字になるとの見通しと社員をグループ外の企業へ出向させるなどのコスト削減策を発表しましたなるほどもう5100億円でやばいよね でもどの会社ももうやばいじゃんエアアジアとかもねもうみんなピーチとかもみんなやばいから。 本当にこのコロナのせいで航空会社はねなんかもう大変なことになっちゃいましたよねはいで感染症の再来にも耐えられるようえ強靭なアナグループに生まれ変わりますねこれはアナ,ホアナホールディングスこれは片野坂代表かな取締役社長が、まあ、これから生まれ変わるとね強くなるぞって言ってるわけですねでアナは新型コロナの影響で来年3月までの1年間のグループの業績が5100億円の最終赤字になるとの見通しを発表しましたやばすぎだろえリーマンショックの影響を受けた2010年3 3月期の最終赤字573億円を大幅に上回り過去最大の赤字見通しですいや、573億円なんて可愛いもんだよな5100億円ですかね10倍近いじゃんえ再び成長していくためには単な,、えー、単なる止血削や コスト削減にとどまらず、グループ全体のビジネスモデルを劇的に変革してまいります。ねこ,れえー、とこれも代表取締役ですね。なるほど。劇的に変革しなきゃ、もう生きていけない時代が来たんですね。もうその場その場の取り繕い的な経営ではダメだということで、もう根本的に変えていくということですね。うん で同時に発表した構造改革計画では、機材の売却や人件費の削減で、2020,、えー、2020年度のうち1500億円規模のコストを削減すると発表、えー、従業員の給与の削減のほかにわ、やっぱり給料も削減されちゃうんだね、えー、グループ外の企業に社員を出向させることを明らかにしました。テりんここら辺ですね。えー、出向先には、えー、家電量販店の野島や、ね、野島近くにありますよ。よく行きますよ、広島、えー。洗濯機を買いました。えーしたえー、スーパーの成城石井など、えー、10社が上がっていて、 来年春までに400人程度を見込んでいるということですと400人が出航させられちゃうんだねまたマイレージ会員の情報を活用するなど航空分野以外の事業を強化するほかアジアやオセアニア路線で新たな LCC ブランドを立ち上げるということですへえ、新たなブランドを立ち上げるんだすごいねうん ね、会見した片野坂社長は、えー、不退転の決意で改革に取り組み、来年度は黒字化させるとの目標を示しました。来年度黒字化できんのでもコスト削減するだけの黒字化じゃ、結局続いていかないから、ね、ここら辺が腕の見せ所ですよね。すごいですよね。まあ、でもいいね。家電量販店の自慢、スーパーの成長市。まあ、まだここら辺はいいでしょ。別に出向したとしても、ほら、パートさんと同じ仕事するわけではないと思いますので、まあ、でもなんかもう聞かれたら、すっごい上品に答えそうだよね。キャビンアンテントの人とかね。あ、これはなんか商品の説明、こちらはこうなっておりますとか。まあ、ぶっちゃけたらしい。 まだまだここら辺は大丈夫ですよ。やっぱり本番はですね、あのやっぱりあの、ワタミの拓殖とかね、ワタミの拓殖とか、スーパー玉手とかね、そこら辺に出港させられてからがですね、本番だと思いますねもうそんなことなんだったら、ヒロシ真っ先に放送しますからね。はい。でね、これね、その、結構航空会社がやばくなって、キャビンアアンテンダントとかがね、ちょっとこう、なんか出港させられちゃったり、クビになっちゃったりとかすると、マナー講師が増えるらしいんですよ。これちょっと面白くて、すみません、ちょっとニュースとはまだ関係ないんですとは思うんだけどいや、関係はね、あると思うんですよ。これ面白くて。 今の変なマナー群を言い始めたほらマナー講師ってあるじゃないですかねこうした方がマナーああした方がマナーズームではんか先に退出しちゃいけないとか何かいろんなマナーがあるじゃないですか何だっけお酒のラベルを上にするとか何かいろんなマナーがあってんかおかしい変なマナーが増えてきたっていうのは広島ニュースにやってるんですけどこれですねマナー講師これ2011年に急増していますマジかこれは前年の JAL の破綻と翌年の震災で航空会社が大幅な人員整理をした時期ですへえ実際当時のマナー講師は前職 CA キャビンアテンダントをかける人が本当に多かったです大変に多かったですって書いてあるんでねあなるほどねってちょっと納得しちゃったへえと思ってで何だろうなこれね例えばほら了解とかって言っちゃダメらしいじゃないですかこれ、ね、これ面白いんですよこの了解の禁止キャビンアテンダント CA さんが航空会社を辞めてマナー講師を始めると必ず言い出すんですけどあそうなんだ知らなかった、ね あの単に航空機では命令応答を連想させて緊急事態風なのでダメだというだけで本来は目上の人にこそ使う単語ですそうだよねそうだよね了解ですって普通言うもんね軍隊で命令に返答する単語なんだから当たり前ですけどもって書いてあるまあその通りだそうだよね了解たしましょうっつってねべしって言うもんねそれはそうだそれは目上の人に普通言うもんななんで了解ダメなんだろうと思ってそれもね確かに広ロ聞いたの10年前ぐらいだったような気がするうん確かにまあもっと もっと前かなもっと前には言われてたような気がするけどなんでかなと思った。うんなるほどね CA 由来のローカルルールが外に持ち出されたわけなのですかって書いてありますね。なるほどね、えー。とっくりの向きや金属製の名刺入れ禁止、渡し橋の禁止などは明らかに航空業界ローカルルールですね。あそうなのそうなの知らなかった。これ、ねあのとっ の向き確かにあるよね。とっくりの向きでほら、なんだっけな、あの、縁が切れるとかいうから、なんかあの、こう、ふにょってこう、ふにょってちょっと突出してる部分から出しちゃダメとか、なんかそういうのがあってね。とっくりの向きや、金属製の名刺で禁止、渡し橋の禁止などは明らかに航空業界ローカルルールですねえ。スポンサー配慮や安全上のルールの持ち込みですって書いてあります。そうなんだ、全然知らなかった。い,いや、これもリツイートしおこう。ちょっと待って、こっちもリツイートしおこうかね。これ面白そうね。あ、それひろちゃん、のツイッターもやってるんで、もしよかったらフォローしてくださいね。うん。えー、ああ、その辺のいきなりで。 できたマナーも CA 出身マナー講師由来なんですね謎がいろいろと評価しましたって書いてありますなるほどねもうなるへそなるへそだねでこれアナが副業を進め始めたのでもっと増えると思いますよって書いてありますねなるほどということはこれからもどん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 謎マナールール,ールがこれからできていく可能性が多いということねあのそういう可能性がねどんどんこう高くなっていくっていうことですねなるほどなと思いましたはいえーということですねまあちょっとリアルハンザーナオキじゃないけどねまあ現実はもっとやべえなって <laughs> ハンザーナオキよりやべえじゃんみたいなね出向がなんか あの、のじっていうのがいいですね。だか、ら広シの近所の野島にももしかしたらね、あの、アナの出向組がもしかしたら今後入ってくるかもしれませんね。えー、非常に楽しみでございます。はい。ということで、今日はこのぐらいにしておきます。ありがとうございました。えもしね、あのー、チャンネル登録とかね、していただけると、またこういうニュースやっていく励みになりますので、もしよかったらよろしくお願いします。あの、出向後のニュースとかあったらね、絶対取り上げていきますので、よろしくお願いします。で、あと、コメントとかね、皆さんあったらどんどん書き込んでください。あの、結構、広ロみんなのコメント読んで、どんなニュースやるのかとか、あ、みんなこうやって思ってんだとかね、結構参考にさせていただきますので、えー、どんどん書き込んでください。広 の大好きです。ということで今日はこのようにしておきます。ありがとうございました。失礼いたします。